秋月古墳群秋月古墳群の1、秋月古墳群は、和歌山県和歌山市秋月にある古墳群。2009年時点で12基が確認されているが、いずれも後世に破壊され、地上に墳球としては存在しない埋没古墳である。和歌山県北西部、木の川川口部の和歌山平野の木の川、自然堤防上に映像された古墳群である。 日野熊国県神宮を中心に東西550メートル南北550メートルの範囲に広がる秋月遺跡のうちにあり日野熊国県神宮の西側の和歌山県立高陽中学校高等学校周辺における発掘調査で発見されたこれまでに前方公園墳1基、円墳3基、方墳8基の計12基が確認されている12基の古墳は 噴球周囲に巡らされた周行から存在が認められているが、いずれも噴球は作兵されており、詳細は明らかでない。特に群中唯一の前方後円噴である1号噴は、周行内湿度の古式弾きから、和歌山県内では最古級の前方後円噴になるとして注目される。この秋月古噴群では、古噴時代前期に前方後円噴一期、後噴二から四期が、 中期に豊墳4から6期、円墳2期が、後期に円墳1期が築造されたと推定される。岩橋千塚古墳群に先行して始まり、長期間にわたって映像されており、岩橋千塚古墳群の出現、日の熊国県人宮との関係、帰国増加との関係を考察する点で、重要視される古墳群になる。秋月一号墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。